こんにちは、ジョージ石原です。今回紹介するのは抜群の吸水力、水水クロスです。この吸水力抜群の 万能クロス、一体どれぐらい吸水力があるのか実験してみたいと思います。それでは、ちょっと開封してみます。あ、その前にこれすごいですね。原産国がドイツになってますね。これはちょっと期待できますよね。ドイツって言うとちょっと期待してしまうので、はい、生地はなんていうんですかね、昔、シャムワオですかね。シャムワオって言うと、よくテレビでね、コマーシャルしてた、ジュースとかこぼして、絨毯とかね、床にジュースこぼしても、すぐ拭き取って、すぐに、そう、なんていうんですか、吸水してくれるっていうんですかね、こぼしても大丈夫みたいな、そういう、生地によく似ているような気がするんですけどね。実はですね、私、そのシャムワオも持ってたというか持ってまして、これだいぶちょっと古いんですけど、流行った時にちょっと買ったんですね。で、これよく使ったんですけど、大して吸ってくれなかったんですよ。吸水力、テレビでするほどの吸水力は僕はあまり感じなかったんですけどね。で、それのその似た商品でホームセンターで、これも同じぐらいの時期に見つけたシャムニーっていうのがあったんですね。で、これもちょっと、これシャムニーなんですけど、買ったんですけど、これも、このシャムワオよりさらに、僕はなんですけど、大して吸わないなと思ったんです。なので、これらもちょっと交えながらちょっと実験してみたいと思います。では、いきます。まず最初はこれが一番かなと思うんです。こぼした飲み物を拭き取ると。なんで、このテーブルにちょっと水をこぼしてみて、拭き取ってみたいと思います。使い方にですね、面白いこと書いてあったんで、僕これ知らなかったんですけど、使用前に必ず水かぬるま湯で洗い、絞ってください。これを2、3回繰り返して、2、3回繰り返してください。と、書いてましたね。もうこれはあんましたことなかったです。もう乾いてるのいきなりこう使ってたんですけどね。でも実際ですよ、こぼした時に濡らしてやります？やらないですよね。なんで今回はまず濡らさずに一回どれぐらい吸水するのか、で濡らしてどれぐらい変わるのかっていうのをちょっとやってみたいと思います。では、水をこぼします。これですね。これが水です。では、どれぐらい吸水するのか実験してみます。まずはこのシャムニーですね。このシャムニーを使っていきます。では、さっとかけて取れるかどうかですね。さっ。ああ、畳が。なんか、あんまり、取れないっすよね。これぐらい拭いてみたんですけど、やっぱ残ってるんですよね、水が。これがシャムワオの、とりあえずシャムワじゃシャムニーの性能ですね。何度かこう拭き取ればね、きれいになるんですけど。では、今度シャムワをちょっとやってみたいと思いますので。こうテーブルなんで吸いやすいとは思うんですけどね。では、また同じようにいきます。タッとして。
ちょっと残ってますね。まあ、でもさっきよりかは吸水性はいいような、まあもうそうですね、いいような気がしますね。うん、先ほどよりはいいような気がします。では、続きまして、抜群の吸水力スイスイクロスでやってみたいと思います。では、いきます。うわ、すごい。あ、うわ、これすごいですね。あ、当ててもた。これはすごいっす。うわ、これも圧倒的ですね。これも圧倒的に吸いますね。もう全然違いますね、吸いがもう。あ、これすごいっす。いや、これすごいっすわ。圧倒的ですね。ちょっともう一回やってみますね。全然違いますね。今までこんなシャムニーとかシャムワオではこんなには吸わなかったんですけど、圧倒的ですね。もう一回ちょっとやってみます。パッ、うわ、これほとんど吸ってますからね。ちょっと裏返して、もうほとんど乾いてますからね。いや、すごい。これはちょっと他の製品とは違いますね。これすごいですね。もう吸った後がもう明らかにこう違うんですよね。このどういう点でしょう。いかにもなんか生地が吸いそうなんですよ、これ。これすごいですね。ではちょっと、これに書いてあるように、一度水でちょっと2、3回ちょっと絞ってきてから、ちょっとまた実験してみたいと思います。